こんにちは、バイクジャーナリストの小林由紀です。今日はですね、こちらの KTM、新しくなりました390のデューク、こちらをですね、足つきインプレしようと思います。それでですね、今回またちょっとですね、雰囲気の違う場所にいるんですけれども、こちらはユーメディア湘南さんのアドベンチャーショップ、KTM がですね、一堂にこう会した、そういったショップさんに来てるんですけれども、こちら新型の390のデューク、そしてですね、旧型もちょっとお借りできるということで、今から足つきインプレ少し比較をしていきたいと思います。さて、こちらのデュークの390、こちらですね、昨年2023年の秋に、新型が発売されまして、今回ですね、まずエンジンが排気量が上がりました。ギリギリ 400cc 弱というところまで上がって、あとはですね、フレームも、雰囲気は似てるけれども、実はですね、全然違う、まるで新型です。で、今回もですね、スチールでトラスフレームなんですけれども、まあね、ちょっとこう応力がね、かかるところを変えてきたんだなっていう感じで、まるで設計が違うフレームになりました。あとはですね、このエクステリア、外観のイメージのデザインなんですけども、やっぱりね、こうデュークってこう先駆者だと思います。もうね、デュークをじゃあカテゴライズした時に何になるのか、ちょっと難しいね。これネイキッドって呼んでいいのかどうかっていうところですし、まあスポーツバイクはスポーツバイクなんですけれども、まああえて言うならストリートファイター系ではあるんですが、まあストリートファイター系ってね、最初出てきた時、4気筒のカウルを外してみたいなイメージありましたけども、もうデュークはね、この水冷単気筒のエンジンでここまでですね、スポーツに寄ったものを作ったというところで、非常に非先駆者だったと思います。なので、まあデュークはもうね、デュークというジャンルで、確立されたかなと。125もあって、250もあって、そして、この390、そしてその上のですね、大きなデュークもありますけれども、まあそこで、熟成を重ねてきて、2023の11月ですかね、新型が、満を持して出てきたというのがこちらになっております。なんかね、イメージはね、変わらないんですけど、ちょいちょいこの辺のね、もう形もね、全然違ってたりとかね、します。あとはシートのね、形も材質も全く違うんですよね。で、このあたりですね、今回はまたがりのインプレをしていきますので、日常の使い勝手含めてどんなまたがり加減か、足つきインプレになっていくのか、今からやっていきます。早速なんですけどね、じゃあまずね、ちょっと皆さんね、もう普段だいたいサイドスタンドで、からまたがると思うので、このままいきます。で、ハンドルの位置なんですけども、まあストリート系なんで、そんなに高い位置に、オフロード車みたいに高い位置にあるわけではないんですが、デュークならではというのは、ね、やっぱりね、ちょっとね、幅が広いんですよね。こうちょっと攻め込んでいった時にですね、力かけやすいようにだと思うんですけども、しっかり幅の広いハンドルになっております。そしてですね、今回のこの度のデューク390なんですが、セパレートのシートになっていて、後ろのタンデムシート、もうすごいね、十分な広さはあるんですけどもね、少し高くなってます。なので、ちょっとこれを避けながらまたがります。はい、あ、やっぱりね、従来のデュークと一緒ですね。シートの前、タンクのここの一番すぼまった部分がかなり追い込まれているので、もうなんかものすごくスリムに感じます。そして足もね、またがった瞬間、もうここの股のところがね、ピタッとはまる感じ。なので今ですね、ほぼほぼ真ん中辺に座っていると思います。で、私のですね、右足、まずしっかりステップ踏み込めております。これね、ラバーマウントのステップなんですけども、ステップの位置が結構ね、なんかスポーティーですね。少し後ろにあります。そして、左足はどうなっているかというと、サイドスタンドの状態ですと、今もしっかり足の母指球、親指の付け根がしっかりついている状態です。ただ膝はね、もうビーンとこう伸びている状態ですね。もっと頑張ってちょっと体重乗せていくと、かかともついちゃうぐらいの状態です。そしてですね、ここから起こせるかというとどうでしょうか。車重が実はですね、ちょっと重くなったんですけれども、でもね、マフラーの、構成が今回は中にね、追い込まれて外側に出ていないので、多分重心が真ん中にまとまっているのではないかと思います。バイク起こしましょう。よいしょ。あ、このまま全然起こせるし、めちゃくちゃ軽いかも。
そういえば私のスペック言ってなかったですね。身長160センチです、今日の体重は51キロでした。ちょっと超えました、はい、そして、足はですね RS タイツさん公認で、同じぐらいの身長の方より4センチ短い、腕も短いですね、4センチ短いぐらいの、足の長さなんですけども、今サイドスタンドの状態ではしっかり、乗り込んで体重をかけるとかかとが、もうついちゃうぐらいの状況です。そしてバイクを確保しましょう、はい、少しねこの、シートとお尻を間を開けてですね、なんていうのかな、お尻の下でこうバイクを動かしてあげる感じで、腕で起こす感じなんですけども、軽く感じますね。めちゃくちゃバイクが軽く感じる。これ重心がやっぱり真ん中に寄っていて下にあるからだと思われます。まっすぐしてですね、自分が真ん中座っても、お、足がギリついてますね。親指先っちょだけで今支えてるんですけど、ついてますね。この短足でもつく、すごいな。シート高は820だそうなんですけども、これはおそらく、サスペンションがねシュンと今沈んだ状態になってるからだと思います。ではここからですね、あのサイドスタンドを払ったりギアを踏み替えたりしなければいけないので足を踏み替えます。せーのよ。あ、シートはですね、これしっしっかりねグリップしちゃうシートなんですよね。表皮がねもう見るからにあのなんか、グレーチングみたいな感じで、大きな鱗模様になっているので、これで全く滑らない感じ、だいぶあのグリップが効いてるんですけども、もうそもそもシートがねめちゃくちゃこう、細い感じなので滑らないとしてもですね、そんなに、不自由しないです。こんな感じです。両足つくかっていうと、これがまたねギリギリつくかつかないかぐらい、あの完全に膝を伸ばしてですね、もうつま先もチュッてね、まっすぐまっすぐしたらねギリつくかつかないかぐらい。でもちょっとこれでぐらっと来られると立ちこけすると思うんですけどね。なのでちょっと足はね外側にこうつきたいんですけども、そういった時に、ステップが邪魔になるかならないかの話なんですが、最初に言ったようにですね、ステップの位置は結構スポーティーな感じで後ろ側にあるので、あのふくらはぎをね邪魔しないんですよね、あんまり、はい、なので少しこう足を外側に置いてあげるとぐらっと来た時もしっかり支えることができると。はい、ではここからですねサイドスタンドを払ってみようと思いますが、ちょっとね角が出ています。これが届くのかな。あ、届くな、楽勝ですね、全然楽勝ですね。このちょうど出ている角に対してつま先がはまるので、出し入れもめちゃくちゃ楽ちんです。はい、というわけでこの KTM 新型の390のデュークなんですけれども、もう今ねあのまたがってバイクを起こしたりなんだり、まあ、こちらあの新車の状態なので、ガソリンとか入ってないとは思うんですけれども、あの 400cc クラスと思ったらめちゃくちゃ軽く感じますね、はい、もう本当にこれは2気筒とか4気筒とかに比べるとだいぶ軽く感じるし、あの見た目はねちょっとオフロード車に近いイメージに思われるかもしれないんですけれども、意外や意外、あのシート高ね数字的には820ですけど、まあ言うたらそうですね、780ミリとか言っているような2気筒4気筒のバイクと同じぐらいに、本当に足つきもですね不自由な、何一つ不自由なく、気負うことなくですね乗り降りすることができると思います。それではこちらにですね KTM デュークの390、一つ前のモデルもご用意していただきましたので、せっかくなんでねちょっと比較でインプレしていこうと思います。でそちらからですね、もう車体見てね、あの先ほどのちょっと映像と、思い浮かべて比べてみていただきたいんですけども、もう割と違いますね。イメージは本当に同じなんですけれども、まあ、例えばフレームがねこちらこうしっかりはっきりトラスになっていますし、なんつってもねマフラーが違います。こちらね外に出してあるタイプ、あとは上から見るとですね、まずこの辺の造形が全然違うんですね。タンクはね旧型の方が細く見えるんですが、シートは実はこっちはね旧型の方が随分広く感じますね。
であとシートコーンは、10ミリ違います。こちらの方が高くて830ミリとなっておりますと、車重なんですが、車重が逆にですねだいぶ旧型の方が軽くて、新型が165、こちらがですね153キロということで全然違うんですね。そのあたり足つきの、だったりですね踏み替えにどう影響するのか今からまたがっていきたいと思います。はい、ではねこのシートがとにかくねデザインも全然違いますね。あの横に広くて後ろの上がり具合もそんなに上がってないっていう感じです。でハンドルこうちょっと旧型の方が低いかな、幅は同じぐらいだと思うんですけどもね。ではまたがっていきましょう。さあ、なるほど、やっぱり思った通りですね。あの足つきに関して言えば新型旧型ほとんど変わらない感じするんですけど、何しろシートがですねやっぱり前の方がちょっとわざと広くなっていると思うんですけども、なのでそこでちょっと足つきに、ここ影響されますね。足開いとかないといけないのでその分ちょっとしっかり着地が少しねやっぱね足どんなに伸ばしてもちょっとしっかり乗っかったとしてもですねかかとまでついていないです。ついているように多分見えるとは思うんですけれども、かかとまではついていない感じです。で、右足ステップはしっかり踏み込めている感じです。ステップの位置も旧型新型ほとんど多分同じぐらいの位置ですね。結構あのスポーティーな後ろ寄りにステップが生えております。なので今ねサイドスタンド状態だと私真ん中に座ってるだけでは、かかとが今浮いちゃっている状態です。でこのまま起こすのはちょっと私リーチが足りなくなってしまうので左に寄ります。寄らせてからのスッと、あら不思議、起こすのもね重さはなんか旧型のがちょっと重いかもって思うかも。ちょっとねずしっとして多分その心はですねおそらくねこの前回りエンジンあたりの重心位置が多分違うんだと思うんですね。ちょっと旧型のが重心位置が上にあるんじゃないかなと思いますね。はい、でバイクを今起こしましたがちょっと真ん中に座ります。そうすると、そうですね旧型の方がやはりツンツンになるし、あと乗っている感じ、サスペンションが旧型の方が結構硬く感じるので今沈み込んだっていう実感があんまりないです。はい、で、足元ですね今もう膝しっかり伸ばしてつま先もですねしっかり伸ばした状態で親指の先っちょが、かろうじてついてるかなという感じです。なのでグラッと来た時に支えられるような体勢はこのぐらい、はい、完全にですね、シートの端っこのエッジにお尻がね股が来るような感じでちょっとオフセットをしてあげると、私の場合は、足の親指の母指球、親指の付け根がねついて膝も少し曲がっている状態なのでグラッと来ても支えられますよという体勢になります。では足を踏み替えます。せーの、これもですねあのシートが、こちらの方がですね新型より旧型の方が滑りやすいんですけれども、ちょっと幅が広いのとエッジが効いた感じになっているのでちょっとね引っかかるんですよね。なんでこの滑りっていう意味ではあんまり新型旧型変わらないんですけども、まあ足つきはねそうですねなんか先ほどちょっと前回りが重心が高いと言ったんですが、この足の踏み替えの時は逆になんかそれで安定感が出てるよみたいな感じになってますね。はい、ではサイドスタンドが払えるかどうかやってみます。あ、なんかサイドスタンドの形も全然違くて面白いですね。こちらはあの丸いスタンドの先っちょが丸い鉄板が入っていて、でこの角がね出てます。これが届くかどうか結構きつい。あれこれねシートの形が横にちょっと広がってることで阻害されています。これシートちょっともうちょっと細ければ届くのにな。はい、で今なんかサイドスタンド払えてるみたいになってるんですけど、多分真後ろからの画角だと分かると思います。あの一瞬右足外してるんですよねそういう感じ。まああの私よりあと 1-2 センチ、ね、普通の足の長さの160センチの人だったら難なく出し入れできると思います。はい、
ということでね、新型旧型まるで違うということが分かりました。